皆さんこんにちは。鈴木メソードの早野龍吾です。この動画は今年の4月4日両国の国技館で開催された第54回鈴木メソッドグランドコンサートの映像を YouTube 用に7つのシーンをピックアップしたものです。第1弾としてまずはオーケストラの動画をご覧ください。曲目はベートーベンが42歳の時に作曲した名曲、交響曲7番の第4楽章です。鈴木メソッドの子どもたち283名とエルシステマの子どもたち29名による初共演になります。時間の都合でおよそ2分半のショートバージョンでお届けします。